アワマル事件。アワマル事件は、太平洋戦争中の1945年、昭和20年4月1日に、シンガポールから日本へ向けて航行中であった、過客船アワマルが、アメリカ海軍の潜水艦、クイーンフィッシュ、アセスクイーンフィッシュ、SS-393 の来撃により、撃沈され、2000人以上の乗船者のほとんどが死亡した事件である。 アワマルは日米間の協定で安全航行を保障されていたはずであった。1944年昭和19年10月に赤十字社中海の日本とアメリカの間で捕虜、高速民間人への救援物資を交換する協定が成立した。両国の物資は中立国ソビエト連邦領のナホトカで交換され、アメリカ側救援物資2025トンは 客船白山丸により持ち帰られた。アメリカ側物資のうち800トンは日本軍占領下のジャワ島、マレー半島などの捕虜収容所向けであり、その輸送担当に選ばれたのが当時の日本に残る数少ない優秀火客船となっていたアワマルであった。日本と東南アジアを結ぶ航路はアメリカ潜水艦の通商破壊により極めて危険な状況だったがアワマルは 病院船に準じた保護、安藤県、安藤県、政府コンダクトが約束された。軍隊輸送船状態だった。アワマルからは、武装が撤去され、識別のため船体を、緑色の面細塗装から開白色へ塗り替え、原則、煙突、甲板2箇所に、緑十字の識別マークが描かれて夜間には煙突に、照明元も沙汰。アメリカ軍は、 アワマルの航路情報を各部隊へ通知し攻撃しないよう命令した。アワマルの航路では800トンの救援物資が積み込まれたほか航空機、自動車の予備部品や弾薬など600トンの軍需物資が積み込まれた。軍事利用は協定違反だったが日本軍により軍需物資の積み込みが決定された。事前協議の際アメリカ側は船を どのように利用しようとも構わないと了解していたが、それが、どの程度の範囲までかは曖昧であり、阻止しないとまでも明言していない。ただ、市民、管理の輸送については黙認する構えであった。1945年2月17日に、文字を出向した、アワマルは、高尾港で22トン、香港で41トン、シンガポールで562トンの救援物資をおろし、 最終目的地のジャワ島、救援物資175トンへ無事に到着した。3月28日、当初の任務を終えた。アワマルはシンガポールを経って、日本への帰途に着いた。協定では、キロでも安全が保障されていたため、日本軍は再び軍事輸送への利用を計画した。船長は、反対したが、軍の要求に押し切られた。アワマルには、船が撃沈されて滞留していた。 小戦委員480人、三井物産支店長以下の商社員、技術者、大東亜省時間以下の公務員など、非戦闘員600人、軍人、軍属820人が便乗することになり、乗員と合わせて2004から2130人が乗り込んだ。また、鈴タングステンアルミニウムなどの地金5000トン以上、生ゴム2000トン以上、重要予備、 ガソリン2500トンという大量の軍需資源が船倉には収められた。アメリカ軍は暗号解読で日本側の工作を知り、航空偵察でヤワマルが物資を積んで喫水が深くなった体であることも把握していた。アメリカ太平洋潜水艦隊司令官のチャールズ・エー・ロックウッド中将は、チェスター・ニミッツ大将に攻撃許可を要請したが、返答は届かなかった。 1945年4月1日午後10時頃、アワマルは沖縄戦勃発の影響で予定進路を変更して台湾海峡に侵入、タイラブ化県付近を航行していたところ、アメリカの潜水艦クイーンフィッシュのレーダーに探知された。クイーンフィッシュは潜望鏡による目視確認を行わないままレーダー照準で攻撃を開始。およそ50秒後にアワマルへ魚雷三本。 四本との説もありが命中し、ほとんど一瞬で沈没した。約10分後に、戦火確認のため浮上した。クイーンフィッシュは無数の人が、漂流物に混じって泳いでいるのを発見し、うち船員一人を収容した。クイーンフィッシュの報告によれば、他の漂流者はいずれも救助されるのを拒んだ。クイーンフィッシュに収容された一人を除く、2003から2129人全員が、 アワマルと共に死亡した。攻撃までの経緯は不明な点が多いが、記述のようにアワマルへの軍需物資積載を確認したアメリカ太平洋潜水艦隊司令官のロックウッド少将はアワマルを正当な攻撃目標としてニミッツ対象に攻撃許可を要請している。だが攻撃禁止命令が下されたクイーンフィッシュには 本拠地裁判を出る際に禁止命令書が渡されていたが一般書類に紛れて艦長の確認が遅れていた。しかもアワマルの位置情報を知らせる電報の伝達も遅れて間に合わなかった。通信の遅れはいくつものセクションをまたがっての連絡であった上に暗号解析されることを嫌ったアメリカ海軍がアワマルの情報を得てから相当時間が経った後に 平文であやふやな電報を送ったなどの原因が重なったためである。結果的に艦長は、アワマルに対する攻撃を敢行し撃沈してしまい、しかも標的が軍艦だと誤認して攻撃している。クイーンフィッシュのチャールズ・イ、e、ーラフリン艦長は、不注意ということで、軍法会で有罪判決、開国処分を受けている。日本政府は撃沈直後から、戦時国際法違反として抗議した。 アメリカ政府もこれを受け入れ責任を認めた上で、賠償問題については戦時であり直ちに交渉することは困難であるとし、終戦後に改めて交渉を行うことを提案した。戦後になり日本側から、アワマルの大戦を提供することや6150万ドルの賠償金を求める等の賠償請求が出され、アメリカ政府も当初はそれに応じる方針だったが、当時の GHQ 司令官、 ダグラス・マッカーサーが賠償を強く拒否したため交渉は暗証に乗り上げた。身内からの反発に苦慮したアメリカ政府は、大案として当時アメリカが日本に対して言っていた、優勝食料援助の借金額を18億ドルから4億9千万ドルへ、棒引きする代わりに、日本へ、アワマルの賠償請求権を放棄するよう求めた。アメリカ側の破格な提案に、当時の日本政府もこれを了承し、 1949年、昭和24年に、日本の国会は、アワマルへの賠償請求権を放棄し、日本政府がアメリカに代わって、賠償を行う旨を決定した。結果的には十分とは言えないものの、当初日本側が考えていた以上に、アメリカからアワマル事件への賠償をき出すことに成功している。1950年、昭和25年に、 アワマル事件の見舞金に関する法律、昭和25年法律、第223号が成立し、死亡者1人当たり7万円の見舞金を遺族へ支給した。また、アワマルを失った選手の日本優先には、1784万円が支給された。東京芝の増上寺境内に、アワマル事件巡軟者の日がある。の残骸は1979年4月に、 中国政府の手によって、中国領海内の福建省沖合十一海里、約二十キロメートルの地点で発見された。中国政府は、アワマルの潜水調査を実施し、回収された遺骨百五十八柱や遺品は、日本側に引き渡された。同年七月、遺族ら八百人が参列して法要害と営まれた。なお、石祭が噂されていた、近海、プラチナ、 工業用ダイヤモンドは発見されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。